ストゥバーはかつて存在したドイツの自動車製造業者である。シュテッティンに本社を置いていた。ストゥバー LT4 エミールとベルンハルトのストゥバー兄弟により1896年にシュテッティンでミシンの製造会社として設立された。1899年にストゥバー兄弟自動車製造を設立し、自動車の製造を始めた。彼らの最初の自動車は 出力 6.5hp で最高速度時速 17km のグロッサーのトールバーゲンであった。ストゥバーゼディナ1908年に、ストゥバーは、ストゥバー G4 を製造し、このモデルは非常に成功を収め1070台が生産された。1910年に、ストラスブールのマティスの車をライセンス生産した。1916年に、 会社の同族経営の形態を、ストゥバー製造株式会社という株式会社に、改組した。1920年代半ばに直列4、気筒エンジン搭載の D3、D9、D10 や直列6気筒エンジン搭載の D5、D6、D12 といった新しいモデルが導入された。1921年 120HP の6、気筒航空用エンジンを搭載した。 D7 という特殊なモデルは、当時としては、最強の出力の車であった。ストゥバー・アルコナ1928年に、ストゥバーは、S8 と G14 という直列8気筒エンジンを搭載した、モデルの製造を開始した。1930年代の初めに、ストゥバーは、G15 ギガント、M12 マーシャル、P20 リプレゼンタントといった看板モデルを、 発売した。これらのモデルは60から 120HP の出力の直列8気筒エンジンを搭載し、最高速度は時速 130km であった。2500台が生産された後、世界恐慌の影響でこれらのモデルの生産はキャンセルせざるを得なかった。1931年に、ストゥバーは 25HP で最高速度時速 80km の V5 という世界でも初めての量産全輪駆動車を製造した。グライフユニオールというモデルはタトラのライセンス生産がモデルであった。この車の前モデルである V8 グライフはストゥバー自身が製造に関わった最後のモデルであり、アルコナとゼギナはストゥバーが生産した最後の民間市場向けの自動車であった。ストゥバー製の小型軍用車。 第二次世界大戦が始まると、ドイツ国防軍向けの LEPKW の生産を開始した。この多様と四輪駆動車の多くは四輪相打機構を持っていた。ストゥバーの生産能力の問題により、同じ設計の車両が BMW とハノマーグでも生産され、この三車合計で総計約1万台が製造された。第二次世界大戦後、赤軍が残った。 製造設備を差し押さえ、分解した後、ソビエト連邦へ送った。この有名な工場での自動車生産の日々の最後であった。ありがとうございます。